はい、スタート。お兄さん、めかしているけれど、おしゃれは笑顔から。すごいね、その服、目立ちすぎるけれど、おしゃれは笑顔から。はは、かわいいニコニコシスターだ。大事なのは着るものよりもにこやかな笑顔、微笑みだよ、そうだよ。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日は心温まる全員の物語をお伝えしましょう。主役はご紹介する小さな子ち、かわいいちびちゃん、アニーです。ねえ、放送してるのに今さっきスタジオに入ってきたのは誰？教えてちょうだい。知らないのかい？ウォール街の帝王と呼ばれてるオリバー・ウォーバックスだよ。いやいや、どうもありがとう。光栄だよ。何、光栄だって？光栄だよ、笑顔ファミリーアワーに出られて。アニーの両親を探すために大掛かりな捜査をなしてるそうですね。そりゃ番組が始まる前に言っただろう。おう、そうだ、そうなんだよ。アニーの両親を探すために全国くまなく大掛かりな捜索活動を行っておるところだ。ページが変わる。ウォーバックス続ける。アニーの両親にキャッシュで5万ドルの報奨金を与えることにしたので、今日ここに発表したい。ウォーバックスさん、すごい、参った。5万ドルの賞金だってというわけです。兄のご両親、どうぞオリバー・ウォーバックスさんにご連絡ください。ここでウォーバックス遮る。住所はニューヨーク市5番街987番地だ。連絡はこちらへお願いします。ありがとう、ヒーリー君。そして笑顔歯磨きをありがとう。笑顔歯磨きは計64を含む歯磨きで、嫌な口臭を消します。今日はこのようなチャンスを与えてくれてありがとう。おやすみ、ヒーリー君。そして放送局とスポンサーの皆さん、以上、終わり。歯磨きの宣伝までさせられたぞ。さあ、早く帰ろう。CM の片棒を担がされたの生まれたはずだ。しおり10回だな。わしは何だと思ったんだ。笑顔ファミリーの皆さん、さようなら。バート・ヒーリーがお伝えしました。そこの、お兄さん、寝かしているけれど、おしゃれは笑顔から。すごいね、その服、目立ちすぎるけれど、おしゃれは笑顔から。あー、かわいい。
忘れない。